できますし、プロレスのその凄み、そして凄みそのがあるんだけど、また面白い楽しみがこの中に。下がるように今指示を出しました。リング上ではアジアタッグ選手権試合宣言が読み上げられております。タイトルマッチ宣言が読み上げられました。チャンピオンチーム石川隆佐藤昭雄組がこれよりその王座の証でありますベルトを一旦本部席に返します。佐藤昭雄は言っておりました。今日のチャレンジャーの2人に勝ってタイトルを防衛しなければチャンピオンの本当の価値がないと佐藤昭雄は言っておりました。果たして5回目の王座防衛いたしまして石川隆佐藤昭雄組がまたその胴にこのベルトを巻くことができるかどうか。チャレンジャーチームは手強いジプシー城ドリームマシン組であります。左側殺隊の不死身の男ジプシー城、マスクマン大型パワーでタイトル奪取なるかドリームマシン。チャンピオンチームであります知恵袋の佐藤昭雄、83年は猪突猛進石川隆、レフリーは城樋口であります。このドリームマシンという選手はですね、本当に大型な選手、昨年秋のジャイアントシリーズに初参加、この時はタイトルの挑戦がなかったですよね。そうですね、今回その日本に来て初めてのタイトル挑戦ということで、まずこのアジアタッグを取って俺としてはジャンボ鶴田の UN ヘビー級の王座に挑戦したいというふうにマシンは言ってますね。これはもう完全にね、ドリームマシンとしては足がかりですね。そうですね。さあ石川隆が速い動きから回転蹴り固め、ジプシー城が入ってまいりました。この辺のフォローはなかなかベテランの味、うまいタイミングで入ってまいりますジプシー城。まあ石川君にしても佐藤君にしてもですね、そのどちらかといえば非常に似たようなタイプですよね。はい。でまあチームとして非常に安定してるんだけれども、もう際立ったものがないですね。ですから逆にそのジプシー城とグリーンマシンの場合、さほどそのチームワーク連携プレーがですね、まあ、過去にうんとあったということでもないし、アンバランスなチームなんですが、時としてねそういうチームというのは爆発的な力を出すという可能性もあるわけですね。はい、その辺このアジアタッグ選手権者チームの知恵袋佐藤昭雄選手に言わせますと、こういった異色のタッグチームのチャレンジャーを退けてですね、防衛することによって本当のチャンピオンとしての価値を問われるんだというふうに言ってますね。はい、その通りだと思いますね。まさにこういうねその変わったチームとやって堂々と防衛していくことがですね、はい、やっぱり王者チームとしての仕事であり責任だと思いますね。はい、その佐藤昭雄とジプシー城の対決になりました。なんと言いましてもこのジプシー城はミスタースタミナマン、本当に底知れぬスタミナがあります。まあ、ジャイアント馬場選手もですねこのジプシー城の、まあ、体には本当に神経がないんじゃないかというようなことを言うぐらいにですね、まあ椅子攻撃にもあるいは落攻撃にも耐えるスタミナ、はい、これは一体どこにあるんですかね。ちょっとね本当に信じがたいような肉体の秘密なんですよね。まあ、本人に聞きましてもね、俺はもともと丈夫なんだというふうに言ってますよね。はい、まあ、大概ねこういうタイプの選手と試合をすると攻めてる側がもう嫌気さしてくるらしいですね。
あのダンプ街野生児と言われておりますアシュラ原選手とこのジプシー城は何度か対戦したんですけども、あの原選手もですねもうあいつとは嫌だというようなこともちょっと言ってもらってますね。はい、あの続きをやってもですね痛むのは自分の頭の方だから、はい、本当に嫌になってしまうということなんですね。そのジプシー城から今度はドリームマシンにタッチ。この辺ジョーと、ね、マシンの連携がなかなかうまいですね。というのも、今日の試合でそのジプシー・ジョーがいつもとちょっと違いますね、はい、っていうのはやはりタイトルマッチということを意識してかいきなりのラフ戦術には出ておりませんね。はい、あの試合が始まる前にですね何からチャンピオンチームにこう注文をつけるような仕草をしたんですがその後は平静を保ってますね。そうなんです。で非常にそのタッチワークもスムーズにいってますしね、はい、ご覧のように2色のマットブルーのマットがチャレンジャーチームのところでありますがそこで戦いを展開しています。このジプシー・ジョー、こういう時のジプシー・ジョーというのはですね切り札のあのロープ最上段階のニードロップが出る恐れがありますから、ね用心した方がいいですね。ショートレンドロップキック、そしてカバーに行きます。ジプシー・ジョーのこういった立ち上がりの戦法を見ていますとこの後何か不気味な感じがしますね。今のところほとんどテクニックですね、珍しいですよ。アジアタッグの選手権試合チャンピオンチームは5回目の王座防衛戦であります。ちょっとチャンピオンチームとしてはね、ジプシー城の出方に意表をつかれてなんか心中アゼットしてるんじゃないでしょうかね。ハイアングルのショルダースルーであります。188cm ドリームマシン長身を生かしました。ああいうところはうまいですね。まあ、このドリームマシンという選手はテクニックよしそれからラフプレーよしということでオールラウンドプレーヤーですね、はい、しかもあの自分の体の大きさというものを十分に計算したですねテクニックを出してますね。今のあのいわゆる投げ飛ばした技なんていうのはですね、はい、もう自分の長身を利用してですね、まあ、さらに、そこであの大きくこね上げるというまあ同じねあのショルダースルーでもちょっと一瞬変形のですねショルダースルーになってますね。チャンピオンチームとしては今のところまだ自分たちのレスリングをやっていないという感じですね。全く自分たちの持ち味というものをね、はい、出してないんですね。それで逆に言えばね先ほどから私しつこく言ってるようですがそのこれといった持ち味のないチームなんですね。まあ、あの石川選手に合わせますとこの佐藤とのコンビはですね2人ともタイミングの取り方あるいはコンビネーションレスリングスタイルお互い求めているものをお互いが持っている非常に条件に合 うタグチームを作ることができてこの王座も4回防衛することができたなというふうに言ってますね、はい、あの確かにあのおっしゃる通りバランスの非常にいいチームなんですね、はい、全日本プロレスの鬼軍曹でもあります若手の指導役を務めています佐藤昭夫アジアタッグの王者なんですがこの佐藤昭夫がジプシー城に長時間捕まっています。ジプシー城がこういう形のですねテクニックで攻めてくるような戦法を取ってくると、はい、その日本人チーム王者チームとしてはなんとなく攻めにくい攻めあぐんでるという感じなんですね、はい。まあ、試合前に佐藤石川は入念なこの打ち合わせをしておりましてその打ち合わせの大半はですねこのラフ攻撃のジプシー城の攻撃どういう風に耐えるかこういったことを中心に話をしていたんですが全く空振りですよね今のところね。そうですね、やっとなんかね、ジプシー城はちょっとラフになってきましたね。さあ佐藤は今日が飛ばしてまいります。石川にタッチ、やはりあの王者チームの動きが急に活発になってきましたね。ジプシー・ジョーロープに飛ばしてドロップキック、これは空振りです。これは空を蹴りました。うまくベテランのジプシー・ジョーが石川の動きを見ている。そして今日初めての場外での展開です。しかしドリームマシンが待っている。ジプシー・ジョーは行きませんね。ドリームマシンが逆に場外で一攻撃、ジプシー・ジョーがどうやらうまくドリームマシンを使っております。石川が場外で攻撃を受けてドリームマシンによってリングの中に運ばれました。ジプシー・ジョーは追っかけませんね。そうですね、おそらくね今日のその王座挑戦ということで相当ね作戦を考えているようですね、はい、ベテランのジプシー・ジョーがうまい具合にドリームマシンを使っております。今日のチャレンジャーチーム本当に異色の2人がチームを作りました。
まあ、どれだけ その2人合わせた力を出すかなというふうに思っていたんですが、今のところこのディプシー・ジョー・ドリームマシンの連携はスムーズにいってますね。そうですね。ですからこういう、ね、アンバランスのチームというのはね、時に歯車が噛み合わないとそれこそバラバラのマイナスポイントばかりになってしまう、はい、だけど逆に成功するとですね、1プラス1が2でなくて3になるか5になるかわからないという恐ろしさがあるんですよ。全く今日のリング上ジプシー・ジョーはラフ攻撃には出ておりません。さすがに選手権試合ということで、何としてもタイトルを手に入れるためにはリング内での試合をやろうというディプシー・ジョーの意気込み。そしてドリームマシーン、コブラツイストに入りました。石川が捕まっています。石川が捕まっています。このポジションも山田さん見てください。ブルーのキャンバスということになります。チャレンジャーチームのポジションですよね。そうですね。自分たちの陣地の中でしっかり戦っているという感じですね、はい、チャレンジャーチームは素晴らしい今日は連携、そしてインサイドワーク、スミット式のバックブリーカーが決まりました。チャンピオンチームの石川が捕まっています。さあロープに飛ばしたドリームマシン、何が持っている。石川がまずキック一発、うまく難を逃れました。そして佐藤は今日入ってまいります。強引なエルボースマッシュ攻撃、相手は自分の身長より随分高いドリームマシンになります。しかしエルボー攻撃、連続エルボーであります。そしてバックを取って、バックを取って、おっと尾てい骨割りのような、いややっぱりバックブリーカーですね。そうですね、バックブリーカーですね、はい、やっぱり一種の趣味って理由になってますね、はい、相手が8センチ、そして体重で15キロ大きいドリームマシン、ショルダースルー攻撃。佐藤明雄、生きのいいファイトを見せます。まあ、佐藤明雄もですね、まあ、アメリカでは最近このテキサスタッグ、あるいはウエスタンステーツタッグ、セントラルステーツタッグ、こういったタッグの選手権総なめにしているだけに、このタッグの佐藤明のうまさというものを今日は出してもらいたいですね。やはりそういった意味では、ね、非常にいいリーダーシップを取ってますね。佐藤明雄がコーナーバット最上段から膝を合わせました。フライングニードロップ、石川隆がうまくドリームマシンを宙吊りにしておいて、フライングのニードロップ、佐藤明雄の攻撃。やはりこういったところはね、なかなか味のある攻撃ですね。これはやはりお互いのコンビネーション、リズムが合うんでしょうね。そうですね。バックドロップを見せました佐藤明雄。ディプシー・ジョーが入ります。チャレンジャーチームのフォローもなかなかいい。ドリームマシンが今度は石川に攻撃を加えます。そしてリングの中はディプシー・ジョーが佐藤明雄に攻撃を加える。今試合をする権利があるのは佐藤明雄とドリームマシンではないですか。そうですね。そうですね、リングの外でドリームマシンが石川隆に攻撃を加える。バックを取った、バックを取った、青い鉄柱に、青い鉄柱にドリームマシンの光の肩が当たりました。さあリングの中に戻ってまいりました石川隆。ディプシー・ジョーに攻撃を加えます。佐藤明雄と石川隆、2人がかりの攻撃だ。ディプシー・ジョーをリングの外に放り投げ出しました。ドリームマシンが入ってまいりました。これで試合をする権利が今石川隆から佐藤明雄にタッチされました。そしてドリームマシンを攻撃目標に捉える。素晴らしいウルトラシーのドロップキック、ウルトラシーのドロップキック、佐藤明雄がまた石川隆にタッチ、早いタッチ。チャンピオンチーム、ジャーマン、ジャーマン、ジャーマンスープレックスホールド、豪快な技、豪快な技、石川隆のジャーマンスープレックスホールド。相手は大型ドリームマシンに見せました素晴らしい技、カウント3。チャンピオンチームが5回目のアジアタッグオーダー防衛に成功であります。